第一種郵便物特定ブートー郵便物特定ブートー郵便物は日本郵便によって専用に用意された特定ブートを用いた郵便物である。第一種定型外郵便物の一つとして扱われる。特定ブートー郵便物には大きく分けてレターパックとスマートレターの二つが存在し、そのうちレターパックはレターパックプラスとレターパックライトに分けられる。 両学院面が印刷された専用の特定封筒に内容物を入れて差し出される郵便物である。あくまで日本国内限定のサービスであり、海外への送付はできない。また、郵便オプションについては付加することができない。書留郵便の扱いができないため内容物の紛失や既存による保証は行われないほか、現金を送ることもできない。書留郵便や速達郵便。 代金引換えなどの特殊取扱いを付加したい場合は、定型郵便物、または定型外郵便物などを利用することになる。特定封筒ーーの形を変えるような一部の切り取り、その他の加工をしたものは差し出すことができない。特定封筒ーーの交換手数料はいずれも1枚42円かかる。発売開始時は40円。 2014年4月1日から2019年9月30日までは41円だった。エクスパックが販売終了した2010年3月31日の翌日である4月1日に販売が開始された。荷物の扱いだったエクスパックに対してレターパックは郵便物の扱いとなり新書を送付することが可能となった。郵便ポストまたは 郵便窓口に差し出すことができる。ただし、一部の郵便ポストは差し出し口が小さいため、投函できない場合がある。郵便物の追跡サービスがあり、封筒ごとに付加された追跡番号で配達状況を確認できる。遠方へ差し出す場合は、航空機輸送が行われる。内容物に航空機輸送できない品が含まれる。内容物記載がない。 あるいは不明料の場合は陸送となり配達が数日遅れる。給料金のレターパックを送る際は差額分の切手を貼れば送ることができる。制度上の正式名称は交付記録郵便とする特定部等郵便物。すなわち料金にオプション料の交付記録郵便が含まれている。郵便ポストへの投函や郵便窓口への差し出しの他に集荷サービスの依頼も可能である。 発売当初は、レターパック500と称し、郵便料金は500円だった。2012年5月にレターパックプラスに解消。消費税率改定に伴い、郵便料金は2014年4月1日に510円、2019年10月1日に520円となった。封筒デザインは赤。封筒の大きさは縦リメートル、横リメートル。 重量制限は 4kg で、厚さに関しては制限がない。ただし、封筒に破損がなく、閉じている状態でなければ差し出しできない。重量制限を超えて、ポストに投函して差し出した場合は返送される。配達先では交付記録郵便により、対面配達を行い、受け取り人に対し、受領証に応印、または、署名を求める。留守の場合、 宅配ボックスのあるマンション等ならば、受取人の承諾がなくても、宅配ボックスに配達する。宅配ボックスに必ず入れてほしい場合は、住所欄末尾に、不在時宅配ボックス希望と書き、逆に、宅配ボックスに入れてほしくない場合は、住所欄末尾に、宅配ボックス禁止と書く。小建て住宅等の宅配ボックスへの配達は、配達郵便局に依頼書を提出し、 施錠ができることに加え、受領証発行機能を備えたロッカー型の場合、またはアンカー等で、区体等に固定されている場合に限り可能。制度上の正式名称は、交付記録郵便としない特定物等郵便物。発売当初は、レターパック350と称し、郵便料金は350円だった。2012年5月にレターパックライトに解消。 消費税率改定に伴い、郵便料金は2014年4月1日に360円、2019年10月1日に370円となった。封筒デザインは青。封筒の大きさは縦 340mm、横 248mm。重量制限は 4kg、厚さ制限は 3cm。 重量及び厚さ制限を超えている場合は、差し出すことができず、ポストに投函した場合は返送される。配達先では、郵便受けに配達する。レターパックライトに、差額分の切手を貼って、レターパックプラスとして差し出すことはできない。スマートレターは、日本郵便が提供するサービスの一つ。レターパックと同様に専用の特定封筒による、特定封筒郵便物である。 制度上の正式名称は小型特定ブートー郵便物。2015年4月3日にサービスが開始された。発売当初、専用ブートーは東京都での発売に限られ5月11日に埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県に6月15日に愛知県及び大阪府に販売地域を拡大した。全国発売は2015年8月3日。 郵便料金は180円。封筒の大きさは縦 250mm、横 170mm。重量制限は 1kg、厚さ制限は 2cm。重量及び厚さ制限を超えている場合は、差し出すことができず、ポストに投函した場合は変装される。配達先では、郵便受けに配達する。レターパックとは異なり、 郵便物の追跡サービスには対応していない。また、差額分を払って、レターパックライトやプラスとして使用することもできない。ありがとうございます。